見ていただいてありがとうございました。90年代アニメのエンディングでよくある感じということだったんですけれども、これありますよね。なんかやっぱあのヒロインの女の子が、あれ一応ヒロインです。はい。で、あの女の子がね、なんか暗いビルの背景をバックに永遠走り続けるっていうね。なんかあれ、どこをゴールにして走ってるのかっていうね、よくわからないんですけども、なんかね、あれってなんかやっぱエンディングってなんか切なくなりますよね。なんか胸がキューッとするというか、なんでなんでしょうね。もしかしたらやっぱあの90年代で僕だとやっぱ小学生の頃のやっぱ思い出とかがやっぱ蘇ってくるから切なくなるんでしょうかね。なんか不思議な気持ちになりますよね。ちなみにあの背景のビルはですね、あの黒いでかい画用紙をこうやってビルの形に切って、で窓の部分はこうやってカッターで、穴を開けて壁に貼り付けて、作りました。でまあ要は壁にそのビルの背景を貼って、その前を永遠僕が女の子の格好をして走り続けるっていうのを、深夜3時に撮影していました。あと皆さんね、テロップの方を見ていただいてたかわからないんですけども、最後にやっぱあのスタジオ名が出るっていうね、あの制作スタジオうららって、今回はあの勝手に僕が作ったスタジオの名前なんですけども、やっぱうららがひらがなっていうのが結構なんとなくイメージであるあるなんじゃないかななんて思ってるんですけども、あとですね、一応あの今回あのアニメのエンディング別バージョンも撮っていまして、一応もう一個の方のコンセプトはですね、SF 系のアニメのエンディングっていうテーマで撮って、結局使わなかったんですけども、そちらの使わなかったバージョンもご覧ください。なんかねありますよね。なんか女の子はただ永遠くる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 回ってるだけっていう、やっぱあれ使おうか迷ったんですけど、やっぱちょっと走ってる方が僕の中ではあるあるだったんで、走ってる方を今回、使わせていただきました。はい、これからもですね、アニメモノマネはじめいろんなモノマネ動画上げていくんで、よかったら見てください。チャンネル登録お願いします。